鬼鬼鬼鬼がいたぞ、鬼が。今回は鬼を追い返すんだ。鬼は外や。おー、待って、びっくりした。見てない？こっち大丈夫？ブラ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 、急に出てきたよ。今日は箱奥倉庫というちょっと狭いところだからさ、危険ですよね。鬼は外。こっちがいた。ちなみになんですけど、126年ぶりの、なんか2月2日が節分みたいです。普段はなんか、2月3日、いつも2月3日で節分だと思ってたんですけど、鬼、今回忙しいかもしれない。やべ、戻ってきた。ちょっとこの板を挟んで、鬼がいる。ほら、鬼がちゃんといる。あ、待って、これ気づいてる？もうギリギリ気づいてないぞ。なんか鬼跳ねてる。鬼は外なんですよ。服は内なんですよね。鬼は外。よし、隠れて。多分気づいてない。鬼は外。鬼は外。ごめん、これ俺間違えて塗っちゃったとこだ。あ、やばい。あー、見つかる。鬼、鬼、鬼やめね。鬼怒った。助けて、あー。鬼にやられた。なんで？俺は鬼じゃないのに。どっちかって言ったら服なのに。おー、びっくりした。びっくりした。ここにいた。おー、鬼怒ってる。また来た。これだけ、アサリだけ返して逃げてったぞ。走ってた。かわいいな、鬼。鬼かわいいな。すごい、ここめっちゃ豆も落ちてる。豆まきした後って結構汚れるじゃないですか。あの、家の中とか外とか。今、豆まきした後状態になってる。おーっと、鬼が来ている。危ない。またこっち来てるな。わかりづらい、鬼の仕草が。鬼は外。うわぁ、振り向いた。鬼は外。鬼は、やべ、間違えて食いぶん投げちゃった。びっくりしてる。びっくりしてる。間違えた、ごめん、ひりおくん。なんだかんだ、あと2個ですね。あと2個つければ、大丈夫そうですね。止まった。怖えよ。鬼は外。鬼は外。やだ。捕まえたぞ。鬼を捕まえた。いや、節分だもんな。節分って俺、恵方巻きしか食べてる思い出ないや。まあ、一応日本の行事なので、イベントなのでね。ヒレを組んで楽しんじゃってますね。鬼は外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 だよーん。鬼外だよーん。豆取りに行った。落ちた。